ンプランだけしかない、僕の時間は伝わらない、サンプランタクミに使ってこう言うんだ、伝えたい伝わない、伝えたい伝えたい伝わない。あれ大丈夫か、しっかりしろ。何ですか。意外と普通にしっかりしてた。クソ、なんてこった。この羽井様ともあろう者が二人組にまんまと拉致され気がつかず、菅野さんと密室の中とは。なんだその不自然なセリフ。油断大敵、火がぼうぼうだぜ。何キャラだよ。なあ俺たちは今どこにいるんだ。いやすいません、俺もたった今目覚めたばかりでまるでゴリ夢中です。それにしては随分現状がしっかり把握できてたな。お、気がついたか。おはよう菅野ちゃん。ダメだ、あちらの扉も開きそうにない。いや白黒、おい俺ら一体どうなっちまったんだ。まあ落ち着け菅野ちゃん、これはいわゆる脱出ゲームだ。なんでこんなわけわかんねえ。え、ゲーム。落ち着くんだ菅野さん、最後まで冷静でいられた者が勝つ。ここは一つクールに行きましょう。テンポ悪いなお前ら。落ち着くんだ、ダブルピースプラスワン、息ぴったりか。ようこそ我が実験室へ。誰だ。美しき獣ビューティーティーとでも呼んでもらおうか。おい、これ匠だろ。脱出ルートを命がけで探すも、諦めて死ぬも君たち次第だ。せいぜいあがいて我々を楽しませてくれたまえ。俺たちが右往左往している姿を見て笑っている奴がいるということか。まったく悪趣味な奴らもいるもんだぜ。何はともあれ脱出だ。ヒントは必ず部屋に。こいつら匠と手を組んで俺を引っ掛けようとしてやがんな。面白いで受けて立ってやんよ。脱出ゲームならちょっと詳しいんだぜ俺は。これを使うパズルがあるはずだ。カナさん、こっちに何かはめられそうなくぼみが。ほら来た。何やら数式のようにも見えますが、いくらなんでも舐められすぎだろ俺。西洋課長、これも脱出の鍵だな。やりがおかしい。これちょっと取ってくれよ。はい。こんなもん持ち歩かせる脱出ゲームがどこにある。カナさん見てください、この壁に何かをはめ込むような穴があったよ。はめたぞ。どこかで鍵の開く音が。この薬品棚だ。この三角フラスコ、他に掛け合わせる薬液があるのか。菅野さん見てください、ここに何かをはめ込むような穴が。アイテムをはめ込むしかないのか。たけ、あと何回こんなこと繰り返せば。はよ。やりました。いや違う、これは本当に出口か。出口みたいだな。何のためらいもなくぶち破るんじゃねえ。てめえ、俺が今明らかに笑うフラグ立てたろ。何考えてんだ白うんこ。ひどい。お前が白うんこなら俺は黒うんこだ。やってる場合かこの白黒うんこ。まだ何か。あのいかにも出口でございますって扉、結局は開けてねえじゃん。だからさっきのはダミーかと思ったんだが。慎重だね。どれ、調べておく。こいつはビューティーティーといって、人をさらってはゲームの駒のように扱うイカれたやつでな。菅野さんやりましたね。すごいよ菅野ちゃん。あの扉の向こうに凶悪犯が潜んでいたとは。まあ、時間差でショック死。なんで菅野さん。